Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25分書道教室生徒募集中なんて、ここはもう生活に根ざしたようなエリアですよね。歩車分離信号点滅行きますか。はい、箱崎2丁目の信号を今西に向かって歩いております。だからもうちょっと歩けば箱崎宮の例の大きな参道に当たる、それも90度でポーンと当たるはずなんですけども、まだですね、結構あるんだなと。ひょっとしたら逆方向かもしれませんけど、それはないと思うんですが、大丈夫なんですかねこれね。まあ今日は今日で、これはこれは、いや、どうなんでしょう。あの大きな参道がないよこれは。行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間、拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。さあ、今朝も拓司さんのお散歩についていってみましょう。Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. おはようございます。坂口拓司です。おはようございます。勝木かなです。拓司と歩く25分、今日は福岡市東区の箱松2丁目にあります JR 箱崎駅前におります。なんで箱崎宮の取材をしに来て箱松なのかというとですね、これ微妙ですね。駅前に、まあ、ありがちな地図なんですけれども、はい、駅前の西口の前に妙見通りっていうのが東西にこう走っておりまして、はい、この妙見通りから向こう側はいわゆる箱崎エリアになりまして、こちら側は箱松。へー、箱っていう字難しいよ。難しいですね。これただの竹冠に口の口と書きまして、あの昔の箱でございますね。はい、正式名称の箱崎宮の箱はこちらの字なんですけれども、箱松2丁目にあります、JR 箱崎駅前です。 JR 鹿児島線の駅です。いつもあの普通列車しか止まらない駅なんですけれども、箱崎宮の北条夜の期間中だけはですね、快速列車なども停車する、臨時停車されるわけですね。今からおよそ20年ぐらい前の2002年に下り線が高架化された時に、駅が400メートルほど東側、柏駅寄りに移転しました。本当に細かい話を連続してお届けしておりますけれども、ですからね、 JR 博多駅から距離が400メートル分遠くなりましたんで、JR 博多駅との距離が 3.2 キロに伸びましたんで、初乗り運賃では来れなくなりました。だから値上げになったわけですね。はい、JR 博多駅から箱崎駅まで片道で210円であります。さあ今通過してますね。見えませんから分かりませんけれども、これ結構早めですから、何でしょうね、快速なのか分かりませんけれども、通過していきました。上りでね、今歩き始めております。タクシー乗り場は空車が今2台あるような状況ですけど、乗る方はいらっしゃいませんね。さあ、ここの
JR 箱崎駅西口の信号を、北の方に歩きまして箱崎宮に向かうわけですけれども、今日はねうまくいけばあっという間です。はい、あ、今日は余裕で余裕です。あの調べ物はしてませんけどもね、なんとかいけるんじゃないかなというふうに思いまして、民家の方をこう通っていく道にしますか、それとも大きな通りの道にしますか。民家がいい。あ、出た民家。描写しにくい。あなたね。ごめんなさい。いわゆるあの喋り手泣かせですね、そういう選択は。人んち見るの好きなんですよ。そうですね。あ、西鉄の箱崎駅西口のバス停もあります。はい。その JR 箱崎駅の西口の信号ですね。ここ、え、規模ちっちゃいのに歩車分離なんですね。歩車分離今流行ってますね。いいですよね。まあ、あの車と人のことの事故は少なくなりますから、もう完全に分けるということですね。ただあの待ち時間が長くなりますから。そうなんですよ、どっちを取るかな。そうですね。から私あの、年寄りの面倒を一時期見てたんで分かるんですけれども、あの歩道の青の時間帯がね短いね。短いですか。だからね、まあ、80歳とか80歳も後半になってくるとゴロゴロこうねシルバーカーを押したり、よぼよぼって歩き方になるじゃないですか、はい、そうなるとねこのいわゆる歩道の歩く時間じゃ足りないのよ。でそういう場合は中央分離帯がある時はですね便利で、その中央分離帯のところで休めますから、事故に巻き込まれることもないからですね。さあその、箱崎駅西口の交差点を北に向かって歩いております。ほらね一般の方のお家の前を通ってもほら表札の名前をそのまま読み上げるわけいきませんから、割とこうスーッと通らなくちゃいけないようになるわけですね。困らせてしまいました。箱崎宮、まあ、まもなく北条家が始まりますが、はい、ここはあの応神天皇神宮皇后玉依姫をお祭りしております。伝説では海で神宮皇后が応神天皇を出産しましたんで地名が海になった。その時に絵な方位、あの胎児を包んでおります幕とかですね、胎盤を箱に収めて埋めた、その箱を埋めた岬だったところが箱崎という地名がついたというふうに言われてます。まあ、他にもね箱を流したというふうな説もありまして、流れ着いた場所が箱崎だったっていう話もあります。それがちょうどあの、年の瀬でありまして、その箱などのことで忙しくって、餅をつくことができない、でお正月に餅の代わりにナマコを食べたっていう言い伝えがありまして、今でもあのナマコ餅の行事っていうのが箱崎宮を行われますね。大晦日の日に氏子の皆さんが境内に集まって餅をついて、ついた餅をですねこねる、場所まで、まあ、運ぶのに長いこの、樫の棒で支えて、持って歩くんですけれども、はいはい、途中でね落としたら、それ以降量は不良になるというふうに言われてますから、まあ、ナマコのようにですねこねて箱崎宮にお供えして、氏子の皆さんは新年をお迎えになるという、はい、箱崎というこの行政のエリアはですね、1丁目から7丁目まである大変大きな地域です。旧官兵大社になりますね箱崎宮っていうのは。え、なんですか。立派なお家ですね。これ一軒家。え、そうですよ。え、一軒家ですよこれ。マンションじゃなくてこれ一軒家ですか。これ、そうですよ、これ全部そうですよ。え、まあね、いわゆるあのファッションホテル1軒分ぐらいな感じですけれども。そうですよ、そうですよ、これだから、うん、よくねあの私たちが育ったエリアでは反社会的勢力のお家がだいたいこれぐらいの大きさでしたよ。何を言ってもいいわけじゃないんですよ。そうですか。すごいお屋敷ですね。すごいですね。ただその塀も高いし、いわゆるあのね安全な作りになっておりますんで。すごい。そうなんですよ。いやいや、でね、箱崎のエリアは今あの若者が新たにお店を出したり、代替わりで、まあ、お父さんお母さんの代わりに、ね、修行で戻ってきた、息子さんがですねちょっと垢抜けたこじゃれたお店を開いてっていうような飲食店のエリアにも一部なってまして、
だから北条や、お参りするのが主な目的でしょうけれども、帰りも楽しみですよ。散策、ね、楽しそうですね。お酒好きな方は特にね、いいんじゃないでしょうか。1丁目から7丁目ある、まだある大きな地域だったんですけども、ここはあの歴史をね遡りますと、この辺りはもう古くから開けておりまして、源平の頃、日宋貿易で、栄えた拠点になってます。あの現行ね、文英港湾、文英の駅では蒙古軍が上陸しまして箱崎郡炎上したんですけれども、九州征伐の際に豊臣秀吉がこの地に、本陣構えまして、千の利休に野立てをさせたという箱崎茶会、これ有名な話ですよね。実際にあの利休の釜掛けの松っていうのは九州大学病院の敷地の中にあります。私あの病院にはいろいろお世話になっておりますので、病院関係詳しいんですけれども、はい、あの研究A棟に向かって左側にあります。めちゃくちゃ詳しい。これあの九州大病院詳しい方はふわって今笑ってらっしゃるかもしれませんけれども、なかなかね目立つところにちゃんとあの標識も立てて、いい感じ。ただね、そんなに大きく育つっていうぐらい、大きな松なんですよ。昔のだからこれ、いわゆるね、釜掛けの松じゃないんじゃないかっていうふうに私疑いの心で見たこともあるんですけど、これをもう左に曲がったらつくんじゃないのこれ。え、これいわゆる行きますか試しに、今直角に、じゃあお店がいろいろあるエリアを。いや、本当楽しい、ここ。うん、でしょ。なんか小箱のお店があったり。そうです。ちょっと古い。あのね、酒屋さんもね、まだあの地域の方相手にしてますから元気がいいんです。チェーン店に押されるっていうようなこともありませんからね。いいんですよ。はい。センターラインがないこのね、2車線なんですけれども、だから道幅がやや狭めなんですが。そこはね、そこでほら書道教室生徒募集中なんて、ここはもう生活に根ざしたようなエリアですよね。で、あの どのお宅かは申し上げませんけれども、ほら猿田彦神社の猿のお面が5つ並べられてて、箱崎1丁目でなんと時代劇に出てくるような格子の焦げ茶の方ですよね、白壁ですよこれ。ということはちゃんとしつらい考えてわざわざ漆喰にしてあるってことですね。そうですよね。高いですよ今、いわゆるあの在来工法とかでね、あの大工さんに一から建てて左官さんにこう塗ってもらおうと思った、旧道を今、東から西に向かって歩いております。こんなに面白い通りだった。いやそうですよ、そうですそうです、はい、そうそう、白と青と赤とね、昔はあの医療行為も行っていたっていう、その昔はね、そういうことですから、はい、網屋町のバス停に、来ております。はい、網屋町のバス停はダイヤが少ないね。いや西鉄バスさんも ね運転手さんとかあの業務の関連の方が新型コロナになっちゃいまして、ダイヤが今間引きで運行されておりますけれども、お互い様ですよね。しのごの言っちゃいけません。あるもので対応しないといけない。そうそう、RKBラジオもねそのうち来るんじゃないかと。歩車分離信号点滅いきますか。はい、箱崎2丁目の信号を今西に向かって歩いております。ほら町のクリーニング屋さん、私ねクリーニング好きでねよく出してるんですよ。そうですか。私あのワイシャツはやっぱりうちでは無理だというふうに諦めてまして、あのプロの方にねちょっとノリ強めにやっていただいたらパリッとして襟あたりがね気持ちいいんですよこれが。なぜかねあのパリッとしてるからかもしれませんけれども涼しく感じるっていう。これは台湾の料理のお店ですね。ちまき美味しいですよね。はい、西に向かって歩いておりますけれども、だからもうちょっと歩けば箱崎宮の例の大きな参道に
当たる、それも90度でポーンと当たるはずなんですけども、まだですね、結構あるんだなと。ひょっとしたら逆方向かもしれませんけど、それはないと思うんですが、いくらなんでも、え、ひょっとしたらその可能性がないわけではない。もうとにかくこの番組は地図も見ずに、本当ですよ、ざっくりと、最寄りの駅まで行ってなんとかなるやろうということで歩いておりますから、怪しくなってきましたね。なんでつかないんだっていうことで怪しくなってきましたけど、え、箱崎小入り口の信号が出てきましたけれども、大丈夫なんですかねこれね。今日は今日で、これは、これは、いや、どうなんでしょう。大きな山頂がないよこれは。いい加減なことを言いますね。ここは2棟新しいマンションが並んでおりますね。もう福岡都市圏はね、今新築マンションブームでございますから。よくこんな状況でそんな冷静なことをおっしゃる。そうですよ、大丈夫ですか。不動産はね、この福岡都市圏に関しては結構なパーセンテージで上がっております。なんですか、おはじきの園なんですかこれ。あ、マンションの一角に、わ、ゆとりがあるねこのマンションは、これいわゆる憲兵率とかねあるんですよ、いろいろ数字が、その調整のためのスペースですね。4畳半ぐらいのところをわざとこう、バックさせまして、セットバックみたいにさせまして、そこの一角に、ちゃんとこう町の方が休憩できるエリアがありまして、はい、これだから共益スペースですよ ね、 そうですね。マンションの管理はされているエリアですか。ほら見て、ほらほら、これ大理石です。しかも人造じゃありませんよ。人造じゃない、はい、モノホンの、モノホンの、モノホンの、ジニュインです。おはじきの縁だから、おはじき、これも博多、いわゆる人形師の方がお作りになった、ちょうど北条家の時に、そうですね、お分けになるじゃないですか、はい、有料で、はいはいはい、あれですよ。で、おはじきを壁にこうね貼り付けて、あ、すごいな。博多人形師の会も2団体ありまして、はい、白鳥会のおはじきでございますね。はい、すごい、だからこれ博多人形を彩色する、絵の具ですから薄いでしょ、うん、薄いですね。これがね、素焼きのこの、おはじきとこう何とも言えない感じになりましたね、はい、これ例えば額装しまして、日本料理店のちょっとおトイレそばにあったり廊下に貼られてたりっていうようなね、これがマンションの壁に、すごいね、ゆとりあるね。もうこれ、この3つがあるだけでもこのマンションすごいんだろうなっていう、はい、さすがですね。はい、小学生が今、知らない人に、触れ合っちゃいけませんよとか言いながら、挨拶はいいんですよ。いや、挨拶はね無料ですから。挨拶は無料、スマイル0円ですから。そうそう、挨拶も0円ですから、愛想は大事です、人生何より。失敗したらすぐ謝る、これも大事ですね。とぼけるのが一番いけません。さあ、ところで箱崎小入り口の今信号でしょ、ところでですね、あれでしょ多分、あれだと思いますよ。あれだ、あれじゃなければこれは大変なことになるんですけど、箱崎町の入り口の信号を通りました。あれ違う、道路やった。これ道路ですよ、これ車が走ってますよ、人が歩いてない。あら、でしょ、私はこれはミスったか。1年以上続けてきた番組で目的地を間違うっていう、これはもうポンスケですね。もしもそうなったらごめんなさい。あ、県立図書館ですからこの建物、はあはあはい、この白いクリーム色の建物は県立図書館ですから、ね、近づいてはいます。あ、ここは合ってる、合ってるですね、大きく言えば。そうそう、もうざっくりざっくりですよ、もう、細かいこと気にしたら神経がいくらあっても足りませんって。ごめんなさい、一瞬でも拓司さんのことを疑ってしまいました。いつものご提案、今日は歩くのよしとこって言った、LINE の即レス忘れません。帰りました。3秒ぐらいで帰ってきましたからね。そんなことないです。いやいやいや、それぐらいだと思いますね。まあ、他はね、レスが遅いんですけれども、お互い
本当に申し訳ございません。福岡県立図書館の本館のところの信号ですから、箱崎町前のこれもな、あ、歩車分離信号とかですね。そうですね、だからこれ、あ、もう間違いない、よかったです、よかった、合ってますね。危な、はい、箱崎宮に到着でございます。駐車場も見えてまいりました。はあ、だから私たちはいつも何かやってる時の箱崎宮しか来ませんから、何にもやってないですね、こういう時期に来たことはないですから。ああ、そうか、こんなに静かでひっそりしてるんですね。そうですね、きれい、まあ、ひっそりとしているからといってですね、不倫のカップルがデートに来る場所かどうかは分かりませんけれども、着きました、あ、着いた、箱崎宮の三田でございます。 いつもの光景、そうですね、人がいないとやっぱり広いですね、広いですね、うん、どーんと北側は国道3号のあの鳥居のところまで、あれ鳥居の手前が、あ、そっか、あの大鳥居なくなったんだ、あ、なくなりました、だから、あの浜に一番近いところの鳥居が、あ、最大サイズになるわけですね。はあ、これはね、風情はやはり変わりますね。一応あのお参りしておきますか。そうです ね、ご挨拶しておきましょう、はい、これはそうですね、北条家の時は、まあ、たくさんの皆さんが、参詣なさるわけですけれども、北条家、春の博多どんたく、夏の博多祇園山笠と並んで博多の三大祭りの一つです。万物の命を慈しんで摂政を戒めて秋の実りに感謝する、まあ、宗教的な側面もあるという、古代インドに起源を持ちます行事でありまして、中国や日本に伝えられました、はい、あ、そうですか、あの今ね、剪定の音も遠くに聞こえておりますけれども、北条家は今月の中旬からですけれども、その中旬に向けて、だから業者の方が今剪定をしているということですね。この大きな参道、大きな幅の参道はこれは不定期なんですけれども、飲みの市とかね、開かれまして、ここの箱崎さんの飲みの市はね、早いんですよ、朝早い、時間が、うん、いや、もうね、出足が早いんです。へ、専門の業者の方、いわゆる古物商とか古美術商の方が出されますから、お客様もその一品をめがけて朝早い時間から、まあ、シルバーショーですけどもね、だから8時ぐらいから実質始まってる感じです。だ、並べられてるものをもう見てますね。早い。並べてる段階から。並べてる段階が。で、あ、めぼしいものをまあ交渉されてお買い上げになるんですけど、だからお客様引き上げるのが早くて、2時とか3時はもうお客様ほとんどいないような状況ですね。はい、参道の、右側、ここは有名な屋台が出るところですね。だんだんだんとあの大きな屋台が出てますね。はい。お。非常にここで大丈夫ですか。いいですよ。もう不安げに歩いたところで。はい。では、はい、歩数を発表します。ええ、あ、拓司さん、今日は迷いが出ております。そうですか。千歩行ってない？1598。1598。2000はいかないね。距離は 1.4 キロ。1.4 キロ。カロリーは 60.7 キロカロリーです。はい、そうですか。まあ、そんなもんだと思います。タクジと歩く25分。今日は福岡市東区の箱崎宮を目指して JR の箱崎駅から歩きました。今週はこの辺で。と歩く25分、今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Thank you.
Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.